はい、皆さんこんにちは、井川直輔です。はい、今日ね、ちょっと質問がありましたので、それをちょっと回答していきたいなというふうに思います。まあ結構前なんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、私もなんかいろいろありまして、相変わらずの、競馬ネタなんですが、まあちょっとね、今回、また新しいソフトを作ろうかなというふうに思って、その時に、あ、そういやこんな質問があったなということで、ちょっと、やっていきたいなというふうに思っております。それでは、今ここに18桁の数字の羅列があります。これは中央競馬でやっている馬を特定する、まあ、レース ID というものなんですけど、これはもう絶対1位のキーになってます。で、これが私がまあデータをね、整形をしたものなんですけど、ここに、あるものっていうのは、これは馬がどれだけのスピードで走ったかっていう、まあ通常スピード指数っていうものなんですけど、それでここにトラックマンのコメントっていうのがありまして、いろいろなも、まあね、コメントが書いてあるということですね。で、今何をしたいかというと、この、1位のキーに対応した、ここの数値を出したいということになります。ちょっとやってみましょう。インデックスのマッチ関数を使ってね、もう皆さん、覚えていただけましたでしょうかね、インデックスのマッチ関数。イコール、インデックスの、はい、出したいのはどれ？出したいのはどれ？ここの、マッチと打ちまして、まあ、ここ。これは絶対参照にした方がいいですね。この参照するキーは絶対動かないので。で、次にどれかというと、ここ。ここ。の、これも絶対参照。あ、間違えちゃった。これも絶対参照。で、カンマを打って完全一致ですよ、ということですね。そうすると、ここが全部出てくると。一回パーッとね。で、これを全部、スライドするというふうにすると、こうやって出てくるっていうふうにね、インデックスのマッチ関数が非常に便利だなっていうふうに思いますね。VLOOKUP だと多分こういうふうにはいかないんじゃないですかね。前なんか動画で紹介した VLOOKUP がいっぱいみたいな感じで、ここの、ところに、VLOOK のところにはマッチ関数を打たないと多分出てこないというふうに思うんですが、じゃあこれ一回消しましょう。トントン。はい。じゃあコードをちょっと見ていきましょう。ループのことなんですけどね。はい。まあ、二重ループでこれやるんですけど、もう、皆さん、まあ、ここのところはもういいんじゃないかなと、私の動画を散々見ていれば、もうわかると思います。まあ、一番初めのところにね、よく、インデントを使いなさいとか、ちゃんとコメントを入れなさいみたいな感じで、叱りを受けますので、なるべくそういうことをやるようにということでやってきましたね。はい。で、まあ、一つのループ、もうこれはもう全然いいかなというふうに思うんですけど、まあ、A 列の最後を指定すると。で、その中をループで回しますと。で、myR って何っていうと、インデックスとマッチ関数で、参照したスピード指数とか、そういったものを、格納する変数になってますね。で、肝となるのはここなんですよ。これね。ちょっと待ってくださいね。インデックスの、戻しちゃいいか。はい。で、ここのところを、コピーして、で、ここで、この辺からかな。コメント化して、こういう風に出し、こういう風にすると。はい。そんなに難しいものじゃないですよね。まあまあ、こんな感じで、ワークシート関数を見ながら書いていけば、ここは書けるはずですよ、ということですね。で、判定の部分が if 関数を使ってます。もしエラーだ、myR が、エラーだったら、エラーだったから、true になってますね。その時は何も表示しない。じゃなかったら、今取得した数字を出しなさいというふうに書いてます。じゃあちょっとやってみましょう。はい、どうなるかというとですね。どうなるかというと、はい、どんってやると、こういうふうに、数字が、ここの列だけ入りますと。で、今度は、
ここをこういう風にスライドしたいわけですよ、要は。でその時に、二重ループっていう概念が必要になってきますね。二重ループ、はい、よいしょと。で、二重ループをするには今ここで i の変数 i のループが回っていて、今度はこれを横にスライドしていくので、i というループの内側に、その、この横のスライドのループを書かなければならないということですよね。で、重要なのはですね、重要なのは、バカバカしいと、思っている方も、今、言うことをバカバカしいと思う方もいらっしゃると思うんですが、私はこのループの理屈が分かったのは、どういうふうにして分かったのかというと、この i という変数、i という変数っていうのは、今、ここの縦にこう流れて いきますよね。つまり、i という変数が縦に回る以上、この縦の部分、ここね、ここ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 も i を使ってセルに表現しないとうまく、表示されないということが僕は分かんなかったんですよ。分かんなかったんです。でお前バカかって言われてもしょうがないんですけど、バカなんです。で、これが分かって、ああ、そういう理屈なんだっていうのが分かりました。で、スクールオブ VBA で、セルズとレンジの関係について説明したと思うんですけど、セルっていうのは何が便利かっていうと、ここの部分とかね、これ本当は数字でいくんですけど、ここは本当は数字で、こんな感じで、数字で表さなきゃならないんですが、それが面倒なので、4の2からマックスロー、つまり17番目まで回るっていうことを、ここのところで短縮してるわけです。もしこの概念がなかったら、16行これ書かなきゃなんないですからね。そんなことやってらんないでしょ。ね、で、ここのと、ここの部分は今数字で回ってると。とするならば、ここの部分、こういうふうに横にスライドしていくっていうのは、何とかして、ここね、ここの部分を、ここの B のね、B 列のところも数字で表さなければならないというふうになります。ここまでいい？そうすると、そうすると何とかして、この B 列の全部っていうのを、まあ、マックスカラムとかを使ってやってもいいんですけど、まあ、ちょっと今回は簡単にするために列全部っていうのを指定したいというふうに思いますね。で、もうすでにご承知 おきのことかと思うんですが、ここの、3番目のことをこれローとかっていうふうにして表現しますよね。じゃあここ何っていうふうにするとカラムズっていうもので、表現をします。じゃあここをちょっとカラムズに変えてみようかっていうふう、勇気と発想が必要なんですね。こんな感じで。はい。そうすると、カラムズ2っていうのが、できましたと。じゃあ、これで本当に作動するのかっていうと、やってみましょう。はい、ドン。っていうと、作動しますよね。おお、いけた、いけた、いけたと。そうすると、次は、何をしなければならないかっていうと、ここが、ここの部分が2、3、4、5、6、7と、7まで回したいんですよね。7まで回したい。じゃあどうしたらいいかって言ったら、ここに適当に変数の J というのを入れて やればいいと。でも当然、これは、ただ今僕が7 とやっただけなので、これはこれだけじゃ動きません。どうするかっていうと、4構文で 回してやると。4J イコール2から7というふうにしてやりますよと。そうすると、よく、忘れがちなのがこの NEXT をつけるのを忘れるので、ここに、NEXTJ と NEXTJ というふうにして先に、エラーが出ないように防御するということですよね。そうするとさっき言いましたこの i というこの縦列っていうのは全部ここを i で統一しないと動きませんよっていうことを言いました。まあ、ここの部分はね全然関係ないんですけど、ってことは
ここ J、 横にスライドするのも J として表現をしないとこれは動きませんということを理解していただきたいんですよ。先にもう一回言いますよ。先にここが縦にスライドしていくから先にループを書くと、次にここの横にスライドしていくからそれを内側に書いてやると。でその4i イコール2 to max row 4j to 2から7、まあ2 to 7のここの間に皆さんがやりたい処理を書いてやるっていうことなんですね。で、これもね最初僕分かんなかったんですけど、あの4をね、あのネクストで閉じる順番とかね、内々から閉じていく。だから、一番初めの内側にあるのは J があるから J が、ネクスト J で閉じる、4の I からここでネクスト I で閉じると。そして一番最後にこれ With でくくってるから With でくくってやると、ね。ここも当然 If 構文があるから最後に ここね End If でくくってやるっていうことをするんですよ。じゃあ、ちょっとやってみましょう。じゃあドーンっていくとこのようにループが回ってきちんとできているということになりますね。で疑う人がいるかもしれませんのでちょっとやってみましょう。はい、じゃあ いきますよ。インデックスの、はい、インデックスの、出したいのはどれ、ここのマッチのマッチのちょっとここ絶対参照にしますが、こことこことここも絶対参照の、完全一致ですよというふうにして、まず縦列をやって横にスライドすると。じゃあこれが本当に合ってるのかどうかっていうことを確認する方法も皆さんに教えましたね。昔は疑う上司は if 関数でやっつけろっていうふうに言ってましたけども、 if 関数は古い、値が等しいかどうかっていうのは exact っていう関数を使ってやるということですね。でここの文字とここが等しければ true、はい、全部 true ですよね。で、7個スライドするので、こうやってやると、2、4、6、2、4、あ、いいですね。はい。ってことは、全部、今僕があの VBA で求めたものと、マッチ関数で求めたものの値は全部等しいということが、これで証明されたということになりますね。はい。っていう考え方ですね。はい。これがね、分かると、VBA はめちゃくちゃ面白くなりますね。うん。これが分からないと、行数分だけコードを書くことになっちゃって、全部コピペでやれやみたいな感じになってきてね、要はここの数字変えるだけでしょみたいなことを言うんですけど、それがね、今たったね、6行しかないから全然構わないですけど、これが10行も20行もあったら、とてもじゃないけどやってらんない。ってことは、上手い人ってループを使って必ず書いてる。僕が全然上手いとかって言ってるわけじゃないですよ。僕が全然上手いって言ってるわけじゃないんですけど、こういう考え方でやっていくんだなということですね。で、これは前紹介した連想配列なんかよりも多分全然いいと思います。連想配列ってまだ上の ところにこっからここまでとかあそこまでみたいなね、ことを宣言しなきゃなんないんで、まあ、これはもうワークシート関数をね使ってサクサクっとできて、しかも皆さんがこうねやりたいこと、要は皆さんが私がやりたいんですけど、こっからこのキーを軸にこっからここまでを一気に表示させるっていうことが、できるということになりますね。はい、これが分かると本当に面白くなります。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼したいというふうに思います。僕に質問をくれた方なんですが、まあ、参考になっていただければ幸いかというふうに思いますね。ループの考え方もまず
1個のループを作って、まず1個のループを作る。そして自分が、一気に、こう参照したいところっていうのはどうするんだろうとかっていうと、今回はカラムズを使いましたけど、もしこれが横の列だったらローズを使うでしょうし。で、そのループしたい部分を変数に置き換えて、そしてね、二重ループの中を書いてやると意外に簡単にできるかもしれないし、これを繰り返し書いていくと、あ、ループの理屈ってこういうことなんだなっていうのが分かりますね。それが、まあ、30ループ40ループっていうふうになるのかもしれないですけど、僕が経験してる中では30ループであって40ループっていうのはまずないですね。40をループで回すんだったら、そもそもコードがね、コード自体がなんかどっか見直せばもっと簡単にできるんじゃないかなって思うことばっかりだったので、で、これを使って、今度は、こっちの方でね、新しい競馬の、ソフトを自分で開発して、さらに予想に磨きをかけようかなっていうような感じで、やってますね。題材は競馬なんですけど、皆さんの実務上ね、一つのキーを、参照して、横のね、全部ね、これを参照したいっていうことがあると思います。で、飛んでく、まあ、1個飛ばしとかだったら、ここはあとは簡単に、ステップ1みたいな感じでやればいいんですけど、まあ、できるだけデータは整形されて、自分が使いやすいように整形した方がいいですね。使いやすいように整形するのどうしたらいいんだったら、それは VBA でやりゃいいだけのことであって、こっちの列とこっちの列を入れ替えるとかっていうのもそれは VBA でできますんでね。まあちょっと参考にしていただければなというふうに思います。はい、それでは、次回金曜日はまたね、統計のことを Excel を使ってやっていきたいというふうに思いますので、非常に簡単で非常につまらない内容かもしれないですけど、49歳になって統計っていうのは僕は必要だなというふうに痛感しましたので、ね、ぜひ見ていただける方、ご視聴いただければなというふうに思っております。はい、それではまた次回金曜日に会いましょう。今日はここまでにします。井川直輔がお送りしました。ごきげんよう。さよなら。